イミ市新シン・ミ博物館は、富山県イミ市シ協にある、公立博物館。日本博物館協会、全国歴史民族系博物館協議会、富山県博物館,博物館協会会員。国道八号と国道四百七十二号が、立体交差する、鏡宮交差点にある道の駅カモンパーク、新ミナト北川の敷地内七千七十九点四一平方メートルに、 1998年、新港市博物館として開館。建築面積2063.54平方メートル、延べ床面積1980.26平方メートル、鉄筋コンクリート作り1階建ての建物である。その後2005年11月1日に、新港市が周辺町村と合併し、伊水市となったため、名称もい水市新港博物館へ改称した。 博物館では、中世公安都市である北条津に置かれた越中春語書、北条津城出土品や北前船関係資料の展示、和彩家、測量家、石黒信義関係資料の展示、また、人間国宝の最初の認定者の一人である、陶芸家、石黒宗マロの作品や美術品も数多く所蔵している、など、 石黒信義増重要文化財、石黒信義関係資料の因数化難料アクセス。ありがとうございます。